パイコールドカレー県におけるカレーの一カレー包囲戦はクレシーの戦いの後1346年9月4日から1347年8月3日にわたってイングランド王エドワード三世がフランスの港湾都市カレーを包囲し会場させた戦い以降カレーは百年戦争を通じて重要なイングランドの拠点であり続け百年戦争後も1558年まで イングランド領だった。クレシーの戦いの後、イングランド軍はこれ以上の行軍を行う、戦力、物資を書き、また、イングランドの艦隊はすでにノルマンディーからイングランドに戻っており、イングランド軍は大陸に止まるための拠点を確保する必要があった。カレーは、今後の戦略的拠点として、理想的な条件を有していた。100年以上前から二重の城壁と堀を有しており、 さらに市内の北西部にある城塞は独自の堀と防護設備を有しており非常に防備が固かった。それに加えイングランドからの最短距離でイギリス海峡に面しており一度占拠してしまえば海からの補給を受けることができた。しかし今後の拠点として使用するためにはこの防護の固い都市にあまり損傷を与えないで奪う必要があった。1346年9月に イングランド軍は、包囲を開始した。包囲軍は、イングランドとフランドルからの補給を受けており、フランス王フィリップ6世は、その補給路を断とうとしたが失敗した。一方、包囲軍も当初は、フランスに協力する、ジェノバ戦によるカレーへの補給を完全に遮断することは、できず、約2ヶ月近く進展はなかった。11月に、大砲、カタパルト、長橋などが供給されたが、 都市を囲む、湿地帯はそれらの据え付けに適しておらず、有効に利用できなかった。冬になると、イングランド軍における不満は高まったが、エドワード三世は強い指導力を発揮し、包囲を継続した。カレーの周辺に無数の掘った手小屋を築かせ、商人や職人を集め、市場や店も用意した臨時の集落を作り上げて、長期の包囲に備え、 食料を不足による海上を目指す戦術に変更したのである。フランスによる海上からのカレーへの補給は一度は成功したが、その後はイングランド海軍に阻まれ食料、補給品の供給は途絶えることになった。春になるとイングランド側には多くの補給品、船、兵が到着し、戦力はクレシーの戦いの時以上に膨れ上がり、海上封鎖もより完璧となった。 1347年6月になると、カレーへの食料、水の供給はほとんどなくなり、7月に、カレー船10隻を含むフランス補給船団が、イングランド船団に追い払われると、口べらしのために500人の子供、老人を、都市から外に出したが、イングランド軍は彼らを追い返したため、彼らは、市内にも戻れず、城壁の外で飢え死にすることになった。フランスは船。 ボート等によるカレーへの補給には最大限の努力を払っていたが、包囲軍への直接攻撃は行えなかった。ようやく7月にフィリップ6世は軍を集めてカレー近くに陣を敷いたが、将兵ともに戦闘における自信を失っており、攻撃をかけることができず、7月31日に諦めて陣を引き払い撤退した。8月1日、救援の希望を失い、食料も尽きて、 カレーの守備隊、市民は会場を提案した。エドワード3世は大部分の市民を市内から追放し、代わりにイングランドから商人、職人を呼び寄せて居住させた。市内にはイングランドからの補給がなくても当面維持できるだけの多くの物資を貯蔵したが、加えて羊毛を蓄え、フランドルに安定して羊毛を供給し資金を得られる体制を整えた。後に、 周辺地域を獲得すると多くの砦を築き、カレーの防護を一層強化した。これにより、イングランド軍はいつでもカレーを拠点として出撃、撤収することができるようになった。ロダン作、カレーの市民フランス側では、カレー会場の際に6人の市民代表がエドワード三世のもとに出頭して市民を救ったという以下のような話が広く知られており、ロダンはこれをもとに、長蔵、 カレーの市民を作成し、現在もカレー市内に設置されている。ただし、イングランド側では、騎士道を重んじたエドワード3世が市民を全員処刑するつもりだったというのはありえない話だと否定的である。カレーが飢餓により会場を申し出たとき、エドワード3世は、これほどに抵抗して、イングランドを苦しめた罰として、全市民を処刑するも身の白金を取るも、 エドワード三世の自由とする無条件降伏を要求した。しかし、交渉に当たったウィリアム・マーニーなどの忠告により、市民を助ける代わりに、主要な6人の市民が代表として、無謀、裸足で首に、処刑のためのロープを巻いて出頭するよう命じた。これを受けて、ユスター・シュ・サンピエールをはじめとした6人の市民が、勇敢に名乗りを上げ、指示された通りの装で城門の鍵を持って、 王のもとに現れた。王は彼らの処刑を命じたが、王妃、フィリッパの涙ながらの取りなしにより、彼らの命を助けた。フィリッパは彼らを丁重にもてなし、華麗に帰らせた。ありがとうございます。